があるよみたいな。ああすごい。ありがとうございます。はい、どうも。おはようございます。どうです。お疲れ様でした。あ、どうも。おはようございます。どうです。カバンが過ぎた。いやいや、カバンが過ぎた。ありがとうございます。どうです。ザーズ。おはようございます。僕も悪くなりました。出身ですが、新たに梅田さんの奥さんと、マラニック東海マラニックラブできて100人目のおもじとみという記念すべき商品でということで少しささやかですけど、やっぱり女性ですから狙ってみて。ありがとうございます。よろしくお願いします。それからですね、新会員ではないんですが、登録されて初めて今日ご出席の中村真理子さん。実は今日名札をちょうど高井さんも名札を忘れた。ということでございまして、ちょっとですね、このアイドル街道についてあらかじめちょっとまとめた資料をお送りしておきましたんで、読んでいただいたかと思います。非常にあと残ってますので、笠松港まではほとんど走らずに、ほんとジョギング程度で、あっち見たりこっち見たりしていきたいと思います。で、この高玉です。私たちはテレビでね、ちらっと見たのが発端でしてね、実はこういう雑誌が、下見した時にですね、個人で維持管理されてるんですね。で結構お金がかかるということで、実はこれを作って500円でカンパということで、売ってます。もしよろしければ中細かく。スタートとは違うかもしれないですね。